今日の日付は11月14日、2018年です。今日の録音ブログですが、ホワイトイーグルと赤いサーベントとか神様世界っていう、ちょっと、分かったような分かんないような内容ですけど、前々回と、バイキング系のいろいろ、調べていて、で、この、ホワイトイーグルと赤いサーペントっていうのは、バイキングだけではなく、エジプトにもありの、ヒンドゥーにもありの、ネイティブアメリカにもありの、メソアメリカにもサウスアメリカにもありの、パシフィックにもありのと、これはもう世界中の、なんていうんですかね、ネイティブ文化に見られる共通言語ということがよく分かってきたんですが、で、その、単純に言ってしまうと、多分これクリエーションっていうか創造のエネルギーっていうんですかね、のシステムのことだとしか思いません。で、空間っていうか別のこの私たちの次元ではなく別の神様領域としか言いようがないですね。別のそういうところがあり、そこに、まあ、そこがパビリオンと私は呼んでますが、パビリオンとか空間があり、で、そこに池があり、赤い、マグマのような池があり、で、その池の中に3匹だと思いますけど、赤い角の生えたサーペントっていうのがぐるぐる渦を巻いているんですね。で、これはまあ、クンダリーニっていうののところだと思いますけど。で、池のところにマイトレイヤーが出てきて、で、その細い杖のようなもので、その池をくる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 こうかき混ぜると。だから魔法使いが鍋をくるくるかき混ぜるように、くる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 そこをこう、シチューを作るというか、クックするわけね。で、クックすると、そこの、その、三つのサーペントのエネルギーっていうのがゆっくりゆっくりこう上がってくるわけですが、で、その次に、黄金のラー様っていうのがちょっと登場し、で、これは多分、太陽神経層のところだと思いますけど、で、次が、グリーンタラですよね。タラ様ですよね。ヒンドゥーで言う。で、次が、ガネーシャ。で、次が、多分、クリシュナ。だと思いますけど、で、基本的にこの、チャクラに沿って、チャクラとは別のもっと密度のもっと違う次元の領域みたいな感じだと思います。人間的なチャクラとこう連動はしてるんですけど、もっとこうユニバーサルなものがあるのではないかなと。で、それを昔の方々は、特に大昔の方々は、よく分かっていたというか、そこにアクセスできてたんでしょうね。でなければ、世界中に同じことをガンガンガン同じことを言ってるとしか思えないんで。で、それで、まあ、なんとなく分かってきましたと。で、ヒーリングをいろいろやっていて、じゃあどういうふうにやれば、こう、簡単にというか、エフォートレスに、しかも効果的にできるようになるものかと。で、努力をせずに。で、いろいろやっていって、まあ、エジプトのところの神様に行き着き、エジプトの神様世界っていうのは、私たちの人体の主に、内分泌とか、神経伝達物質とか、それと関わる臓器、頭とか喉とか、肺とかも含まれますが、小腸とかも含まれますが、それとこうしているのだっていうことは、まあ、よくわかりましたと。で、それを古代のエジプトの人は神様と、定義しているとか、人間を超えて人間を動かしている何かってことですよね。で、多分、これは、その他の文明も多分全く同じ観点だとしか思いません。だから、バイキングだったら、雷の神様の、オーディンっていうのが出てきますけど、で、オーディンと、
ネイティブアメリカンのホワイトサンペイっていうの同じもので、歩行神話の中にもサーペントっていうのが出てくるんですね。ネイティブにも出てくると。で、エジプトにも出てくると。で、メソアメリカにもいろんなところで出てくると。ということは、これもユニバーサルなそのもので、まあ、別世界っていうか、そこでエネルギーっていうか、クリエーションのエネルギーが作られていると。まあ、東洋医学的に言っちゃうと、気っていうやつですよね。生体、生命エネルギーっていうやつですね。で、観点を、じゃあこの神様世界っていうのを、一般的には外に見るんですけど、例えば、信仰として、エジプト系だったらエジプト系の神様を崇めるっていうんですか。で、ヒンドゥーだったらヒンドゥー系の神様を崇めると。日本だったら日本の神様を崇めると。で、それが宗教的に変わっていくわけです。これは多分、で、いろいろ考えた結果、自分の中にそれがあるわけなので、ある意味自分がそれらでできていると。ので、崇めるっていうよりは、そこと合体しちゃうというか、崇めるイコール自分から離して自分のものではないと、なんていうの、統合されてるのではなく、分離の視点なので、分離の視点ではなく、神様概念っていうのを自分の中に引っ張り戻して、自分の中に、神様的なエネルギーがいろんな種類があると。で、天使とかエンジェリックも全く同じですけど、あれは自分の中から出てくるんですね。で、マイトレイヤーっていうのも、もう自分の中にもうすでにあり、そこから出てくるんです。で、ガネーシャも全く同じ。で、外に神様を見ていると、分離のところって意識が動くので、なんていうんですかね、こう、うまく、それらの、人間っていうか、私たちを作ってるエネルギーがうまく動かないんですが、その考え方を逆にして、自分がもうすでにそれらでできていると。だからもう人間を超えたもの、だからもう本当にもう超自然の世界でできているわけですから、医学的に構造はどうなってるか分かってますが、でもなんでなんて言うんだろう。で、なんていうの、人間になっちゃってるかっていうことは分かってないわけね。で、意識がどう絡んで、エネルギーがどう絡んでっていうのはまたそこまで言ってないわけですが。で、自分の中に、自分が神様エネルギーでできて、まあ、漠然と、神様、いろんな神様でエネルギーでできていると。で、それらが、こう、いろんな姿、形で影響、人間っていうのも私たちを作っていると。で、そこを統合するっていうか、自分の中で、まあよく、まあ、神様を自分の中に見なさいって言いますが、全くそれと同じで、自分がそれでできていると。で、自分の中にある神様エネルギーに意識を当てて、で、そのエネルギーそのものにこう近づいていくっていうんですかね、同化していくっていうんですかね。で、するていくと、そこがこう蘇る的な動きを見せるんですね、多分。いろいろ実験した結果。で、結局人間、私たちの意識とか、その知識とかそういうのを超えてる世界なんで、それはそれ、その神様エネルギーっていうのは、そういう独自の知性とか意識っていうか、動きっていうんですかね、機能とかそういうのがあり、私たち人間よりも超えたものなので、別に私たちが知らなくても、神様エネルギーっていうのは知っていると。でも全部、自分のところをこう、手放しちゃって、神様エネルギーにも任せちゃうと。で、いろいろ実験した結果、例えば、マイトレイヤーが出てきたときに、マイトレイヤーの、クリシュナなり、
象の神様なり何でもいいんですが、基本的にはバリエーションなんで。だから出てきた時に、私的には、あがめる的なところはなかったんですよ、なぜか。なく あ、これっていうのは、なんて言うんだろう。あがめるものではなく、こう合体するものっていうんですかね。エンボディメント、受肉させちゃうもので、その受肉が済んだら、そことこう、部分的に一緒になっちゃうっていうか、共振できるように一緒になっちゃったら、あとは、それをどん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 こう、自分の意志の力で育てると、大きくすると培養するんですね。培養していくと、より自分の中に、例えば、クリシュナエネルギーっていうのがどん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 膨れて育っていくわけなので、マイトレイヤーエネルギーっていうのがどんどん育てて出てくるわけ。受肉が進んで、それが成長を始めると。で、最終的に、マイトレイヤーなり、クリシュナなりの、機能っていうか性能というか、特性っていうのが自分の中にどんどんこう現れてくると。で、まあ、ハートのところに、まあ、グリーンタラーの、炎がボンとついたときに、あ、これっていうのは、結局、こう、エミッションっていうか、発のエネルギーを、光を放ってるわけですから、緑の、エメラルドグリーンのエネルギーを放ってるわけね、ボディっていうか、ライトボディをちょっとダーッと放ってるわけですが。で、じゃあ、これが、一番下の1と2の間の赤い、ところがボンと月の、ともりの、ゆらゆらしいの、で、緑のところ、ハートのところがボンと月の、ゆらゆらしいの、で、エミッションが始まりの、で、頭のところ、多分これはクリシュナだと思いますけど、クリシュナの、炎っていうか、フレームがボンとつくと、そこでまた放ち始めるわけね。これが基本的に3つの、セット、RGB ですが、で、チャクラはその間に、またオレンジとかもっと微細なところが入ってきますが、基本的にこの3つの、なんていうんですか、核っていうかコアのところが、こう、火が灯っちゃうというか、ボンと火がついて、そこでミッションがだーっと自然にいつもこう、灯っている状態になれると。で、そのためには、例えばクリシュナならクリシュナっていうのは自分の外に置いておくとそこまでいけないと。だから、イメージ的には神様というのは外に置いておくものではなく自分の中で発見してそこまで近づいて、合体しちゃうというか、もともと自分の中にあるもので、自分ではそれでできているわけだから、そこに好き嫌いも何もないわけですよね。多分、神様エネルギーの視点では、私たちは人間なので、好き嫌いとかっていうところが出てきますけど、純粋なエネルギー、神様エネルギー的な視点では、すべてでそれができてるわけですから、いろいろ考えた結果、例えば、嫉妬とかも神様エネルギーでできてるわけ。で、好き嫌いも神様エネルギーでできてるわけ。で、病気も神様エネルギーでできてるわけ。すべてのものが神様エネルギーでできているわけだから、神様エネルギーっていうのは、すべてを混合しているとか含んでいるってことだから、そこに、いいとこ悪いとかは、もう全く当てはまらない。で、天使とか悪魔とかっていうのも神様のエネルギーでできているわけですから、結局エネルギーがどういう状態になっているかの違い。で、アセンデッドマスターになってしまった友人、チーさんの、話の中で、彼女は、とにかく私が全てを作っているのだから、とにかく、なんていうのかな、外に、なんていうんだろう。難しいですね、これはね。それぞれ、私も含め、それぞれインディビジュアル、個人は、その個人の軸の中で、自分を作ってるの、自分の中で。で、
で、その外、その反映する人たち、だからその自分の周りにいる人であれ、物であれ、状況であれ、っていうのが、まあ、鏡になって自分の中で反応が起こると。で、ことは全ては自分の中で起きているので、自分の中で作られるわけですね。で、それを、外で起きているっていうふうに、外に躍起になっちゃうと自分から離れちゃうから、外を一生懸命何とかしようとするわけね。でもそこを戻して、すべては自分の中で起きていると立って、一番、これすごいなと思ったのは、その彼女の言葉の中ですごいと思ったのは、エンティティですね。例えばそれが悪魔であれ、なんとどのようなものであれ、まあ、ネガティブ系のものですね。エンティティっていうのは、あなたのことよって言われて、あなたのことよってか、私が作っていると、私の中で作られるってことね。だから、それぞれの中で作られると。で、それをいろいろ、こう、多角的に紐解いてきた結果、自分の中の神様エネルギーが何かしらのきっかけで、こう変容し、ミューテーションっていうか異変を始めると、だから暗くなったりとか重たくなったりとかドロドロになっちゃったりすると、自分の中で歪みが生まれ、病気が生まれ、気がちょっと変質していくと。どちらにしても自分の中で作られることには変わりはないので、自分の外に原因を見ても、自分のもともと中で起きてるものだから、外を一生懸命でやっても中は変わらないってことなんですね。で、中にある、その神様エネルギー、全てがエネルギーだから、そのエネルギーが変質すると。で、そこと関係するのが、考えとか思考ですよね。考え方、思考回路ですけど、だからそれがどういうふうにできてるかによって、審判しちゃう、いいとか悪いとかも含め、嬉しいとか楽しいとか悲しいとかも含め、これはジャッジメント、審判なので、自分の中で審判が大きい。で、自分の中で制裁すると、自分で制裁しちゃうわけ。で、自分の中で制裁が起きて、自分をこう愛するとか大事にするとかいう代わりに、自分を苛むと苦しめるっていうことが自分の中で作られていくわけね。で、それがエネルギー的に エネルギーを変容させ、重たくし、黒くし、で、それがどんどん歪になっていくと。で、どちらにしても自分の中で起きることには変わりなく、自分はエネルギーでできてるから、そのエネルギーの状態が、どのように自分の中で変質するかと。によって、で、自分という相対性がどんどん変わっていくと。で、まあ、それが基本的なコンセプトで、もともと神様エネルギーでできてるのである、だから、前にも言いましたが、私がいろいろぐにゃぐにゃ考えなくても、神様エネルギーのところにガーッと入っていって、その人知を超えた知性っていうんですかね、その方向性っていうんですかね、のところに、こう、同化しちゃって、で、合体シーの、まず合体シーの、だから、まあ、ある意味、英語で言っちゃうとサレンダー的なっていうか、手放し的な。で、自分の中で作っちゃったし、無意識的、意識的であれ無意識的で、自分の中でできちゃってるわけですから、で、それが、ポジティブなものは置いといて、ネガティブなものは、それが意識的であれ無意識であれ自分の中で自分で作っちゃってるっていうか、作られちゃってるわけなので、まあ、とりあえず すいません的に作っちゃいましたみたいな時に、ほおぽのぽの的にね、4つの言葉的でもいいんですが、アファメーションを入れるので、英語で言っちゃうと、神様エネルギーを循環させちゃう、ピューリファイドっていうか、させちゃう、それを頼んだんですね。で、これはエジプト、ピラミッド文書っていうのを、こう、紐解いてるときに、インカンテーションとか、その呪文の中に、
神様が出てくるんですか、いろんな神様が出てきて、その神様に、神様を、だからその、全部で、エンガドという神様の種類があるんですけど、その8種類だったから9種類だったから、ちょっと覚えてませんが、まあ、そのくらいちょっと神様があり、その神様軍団に、その呪文を通して、自分、ピューリファイしなさいと。神様は自分でピューリファイとしてどんどん循環して、きれいになりなさいっていう、こう、指示を与えるんですね。で、あ、このことだと思い、じゃあとりあえず、私が何かをするのではなく、この神様のシステムっていうんですかね、エネルギー、神様エネルギーのシステム、もしくはエネルギーそのものに、ピューリファイしなさいと、してくださいと、どん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 きれいな、もっと状態に戻ってくださいと、で、演出してる状態から、それをリサイクルっていうんですかね。で、黒い状態からサラサラの状態、もしくはドロドロの状態からスルスルの状態的にイメージ的に言ってしまうと、で、よどんでる状態から鮮やかな状態に、もしくは暗い状態から明るい状態にと、輝いてる状態にとにかく戻ってくださいと。で、それを、意図するっていうんですかね。もうその状態になっても意図するだけで起きていっちゃうんで。で、それとどん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 そのエネルギーの質が変わってくると。で、これは、結局、医学的に言っちゃうと多分神経伝達物質とかホルモン、もしくはエネルギーの流れっていうんですかね。体の中の、その、ベクトルが変わっていくっていうんですかね。で、例えば病気にしても、どこかで何かの原因で、理想的な状態から、その、歪んだ状態になってしまっちゃうわけですよね。多角的に。で、それも自分の中で作られてるわけだから、自分で作ってるわけですよ。その知らないところで、潜在意識のところで作っちゃってるわけですよね。誰かが作ってるわけではなく。で、そこも手放しちゃって、で例えば自分を愛しなさいっていうのもいろいろやったんですけど、またこれが難関で、これやり方を変えて、自分というよりは自分の中の神様エネルギーをこう I love you 的に、ラブラブ的に、その自分の神様エネルギーの中に入って合体しちゃって、だから一体化しのそこにはもう投げた、自分を明け渡しちゃう的な。で、その方はやりやすかったですね。私は私を愛してますっていう呪文よりは。で、肝臓を例えば、だったら肝臓を愛してますとか、膵臓を愛してますって言っても、なんかいまいちよく聞かないとか動かないと。で、そこをこう分解して、だから肝臓なら肝臓で、肝臓をとさせている、エネルギーなり構造なり、その神様世界があるわけね。肝臓の神様世界があるわけ。だから、肝臓というよりは、肝臓と生かしている神様エネルギーを愛してますっていうふうに変えたんですね。すると、一生懸命肝臓をやってるよりも、はるかに、こう、さーっと物事が動いていくと。で、そこでいろいろ、試した結果、要は、その、ボディとか肉体とか肝臓とか膵臓とか、腕とか筋肉とか神経痛とかね、いろいろありますが、リウマスとかありますけど、そこを一個先に行っちゃって、そこを作っている根源的なエネルギーのところに、こう意識を合わせ直して、で、それらが持っている、もともと持っている、その神様知性って、神様インテリジェンスのところに働きかけると、より、こう、きれいに、ことが進んでいくようにしか思えないんですね。で、何が言いたいかっていうと、神様っていう言葉にちょっと問題はあるかもしれませんが、どちらにしても、その、
人間を超えた何かでできているので、まあ、それをもしやっぱり人から芸で神様という定義にしちゃい、そのいろんな種類があるわけね。で、その、クンダリーニ的には、例えばその、頭のところにそのクリシュナ的なそのものがあり、エネルギーでそこが動いていて、で、そこに、そこがきれいになればきれいになるほど、でそこのそのエミッションっていうかその光の強さがこう密度が上がれば上がるほど、もしくはその周波数が高くなればなるほど、あの循環が進んでいくと、でそれに付随するすべてのものがそれに沿って動いていくと、でハートのところも全く同じで、だからあのグリーンエメラルドのこのフレームのところがあの循環を始めリサイクルするわけね。リサイクルする、リサイクル、まあ、はっきり言っちゃってリサイクルですね。リサイクル始まり、でどんどんエネルギーを作り始めると、でどんどん大きくなり始めると、で下腹のところ、下丹田のところのマイトレーヤーなのかちょっと微妙ですけど、あのもしかしてもうちょっと下のものか、また別のものがあるかもしれませんが、あのもう基本的には同じと、でこの部分を外に見つ、自分の質っていうんですかね、自分がそれでできていると。自分の中にそれがあり、それ、自分がそれであると。だから、そ分離ではなく、分離でこう話しておくのではなくて、そこに入っていって、あの、インテグレーションとか統合ですよね。統合していけばいくほど、そこの力が強くなるっていう。ことだと思います。で、その、まあ、エンティティっていうのは、まあ、一般的には自分とは別のものとして定義するのが普通なので、そういうの、アセンデッドマスター的な視点では、いや、エンティティっていうのはあなたのことよ。あなたが作ってるんだか、私が作ってる、自分自身で作ってるってことですね。で、そういうは確かに、そうだよなと。何か、その、共振するものがないと、そこに入ってこないわけです。そこに作られないわけですから。あの、で、そこの質が変わってしまえば、その、エンティティが神様のエネルギーが変容してエンティティになりの、で、そのエンティティの状態から神様に戻せばいいという、戻せるんだということが、なんとなく分かり始めの、で、その、例えば嫉妬にしても愛にしても怒りにしても悲しいにしても神様エネルギーのその変容した姿なので、あの全てはそれでできていると。で、そこをオリジナルの理想的な状態にこう引っ張り上げるっていうか、リフトアップするっていうか、だから意識の当て方を変えることで、だプロジェクションの仕方を変えることで、その作られ方が変わるっていうの。だからエンティティを作るか、自分の中にエンティティを作るか、自分の中に純化された神様エネルギーを作るっていうか、元に戻すかってことですね。元に戻すかの違いで、まあ、自分の中で全てを作っているんだっていうことが、まあ、なんとなく分かり始めたと。で、自分の中のそのクリエーション、それが多角的にサブコンシャスのっていうか潜在意識レベルで多角的に進んでいるわけですが、で、そこの自分の中の量、そのエネルギー的な量、神様エネルギーの領域が、こう、循環が進めば進むほど、ピューリフィケーションが進めば進むほど、外界の動き、反応の仕方が変わってくると。だからある意味、こう、逆転しちゃう。それまでは、外界から影響を受けていた状態が、中に引っ張り戻して、中が変わっていくと、外が変わっていくと。だからもう逆転しちゃうわけですよね。で、物事の置き方が変わって、くると。で、意識のこう動き方も変わってくると。で、循環が進めば進むほど、あのバイアスっていうか衝突がこう
なくなっていくんですね。で、あと、ちょっと若返りとかも、これはもう完全に可能な世界なんだと、ある程度のところまで、どこまで若返るかわかりませんが。で、ディスクですよね。骨と骨の間のディスクなんかピキピキピキってギギギギとか言ってから動いちゃったりするし、耳の中とか目の中とかでも動いちゃったりするから、トドのつまりは、ぐにゃ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 今までいろいろやってきましたけど、いろいろ考えて考えて構築しててやってきたんですけど、これが一番最も簡単なやり方ではないかなと、効果的なやり方ではないかなと。で、これは誰にでも、私だからできるという世界ではなく、それぞれの中に同じものが、同じものでできているわけだから、私は単純にそれにアクセス、それをなんていうの、いろいろやりの実験しの、それがどういうものかっていうのを、多分普通の人よりも分かってるだけで、ポテンシャルとしても全く同じで、そこで、ワンネス意識、例えばエネルギー的な循環が進んでいっちゃうと、そのワンネス意識のところに入りやすくなっちゃうわけですね。で、自分と自分以外のものを分けなくなると、意識的に。同じものだっていう認識が生まれてくるわけですが。で、ワンネス意識なんていうのはもともと外側に、もうその中にいるわけで、単純に私たちの意識っていうか、その思考回路がそれをそこにつながらせなかっただけで。で、そこが変わっていくと、ワンネス意識のところに同化が始まりの、で、ワンネス意識と個体、自分の意識っていうんですかね、個人って意識というか、同時に存在するようになっていくので、これちょっと最初のところはすごく混乱しましたけど、私。で、なんとなく、そのナビゲーションっていうか、なんとなく分かってきた状態ですけど、ワンネス意識が入ってくると、なんて言うんだろう。ちょっと混乱しちゃうっていうんですかね。今までそうじゃなかったから。でも突然そういうところになっちゃうと、最初は面白かった。途中でどんどん混乱してきて、よくわかんない。分かったようにわかんないな、みたいな。でも、その別のところの意識が自分に向かって話しているっていうのは分かってくるんですね。で、だからちいさんとか話してても、その途中で、これは彼女が話しているんだけれども、実際は彼女と私もすでに同化しちゃってて、ワンネスシックスの子に会って、私と彼女は同じで、彼女と私は同じで、同化した人ワンネス意識のところが彼女を通じて私と話しているっていう、ちょっとややこしいですけど、そういう認識に至っちゃったんですね。で、その時に、物と事が、抵抗がなくなったっていうか、自分の中って。で、エゴが、どんどん薄くなっていくと、自分の中の。で、そうなった時に、より、またワンネスのところが強くなると、で、エネルギー的にも強くなる、ワンネスエネルギーが強くなって、どんどんまとまり始めちゃうと、エネルギーどんどん作り始めちゃうんですね、はっきり言っちゃうと。で、より、ワンネスのところが自分の中で育っていくっていうか、大きくなっていくわけですね。で、それがどこまで広がるかのことだと思いますけど、で、何が言いたいのかって言っちゃうと、元話に戻しますが、神様というのは外に見るものではなく、自分の中にあり、それを崇めるものではなく、同化するものとか、もっとそこに入っていくものっていうか、意識としてそこに戻るっていうんですかね。もともと離れていたわけではなく、ずっとそこにあったんですが、どこかで間違えたっていうんですかね。外に見るものと。それは全く自分と別物という分離のところ、分離のところにいたわけですが、もうこれから統合のところに入っていくわけで、もう入っちゃってるわけですが、だから、神様を外に見ず、自分の中に見て、発見し、で、そこを崇めず、それとどんどん合
対していくと。だから、クリシュナっていうのを自分の外に置かず、クリシュナっていうのを自分の中に見て発見し、そこに入っていって、そこと合体し、最終的にそのステートっていうか意識の状態になっちゃえるってことなんですね。で、だから神様を、例えば、今までは神様を使うっていう、だから外に置いてたから、神様をこう、シャーマニズム的に使うっていう方向が強かったんですが、自分が神様と同化したいは使うも何もないわけ。自分の中でできちゃうわけ、できちゃうわけだから。で、多分それの方が、理想的。だってそれでできてるわけだから、話しておく必要はないわけですね。で、これも認識っていうか、捉え方の問題で、シャーマニズム的にね、そっちに傾倒してる友人とは、神様を使えるようになりたいわけですよ。例えばそれがサンダーバードであれ、クリシュナーであれ、自分のものとして見てないから、なんていうかな、それを使えるようになれば、動かせるようになれば、ことが達せるという観点で。で、見ている限り、やっぱりそこにやっぱり、エゴっていうか、やっぱり入っちゃうから、どうしても。使うっていうか、操縦するという意味で。で、そこも通り越えちゃって、もう合体しちゃえば、それが自分の中で出てきて、ディバインなコンシャスネスっていうか、ね、ディバインインテリジェンスが動いていくと、とか、私がどのように何をすればいいか分かんなくても、それが勝手にやっちゃうと、はっきり言っちゃうと。で、分かってることをやるわけですよ。私の声だけ、私の知らないところで。で、私はそこに一緒にいればいいんだ、いるだけで。で、ところは多分誰にでもできちゃうことだと思います。ある程度のところまでいっちゃえば。だからクリエーションのエネルギーのフィールドっていうか、スペースっていうんですかね、パビリオンとその空間次元っていうんですか、そこまでたどり着っちゃえば、そことの、互換性がどんどん高くなると。だからライトボディ的にはもう、京子さんも、千秋さんも、陽子さんも行っちゃってるから、そこまで行くことは可能だと、ちゃんとやっていけば。で、あとはその世界っていうの、だから結局、スピリチュアル次元っていうのを、入っていって、その回数が増えるが増えるほど、そこのことがなんとなく少しわかるようになると。で、泳げるようになるっていうか、そこら辺を探索できるようになると。で、そこにポータル的なものっていうか、ドア的なものっていうか、ゲートがあって、そのゲートを越えちゃうと別のところに出ちゃう的なことも起きちゃうんですけど。でも基本的には、それは自分の中に入っていかないとそこまでいけないから、基本的には自分の外に探しても、それそこまでいけないと。どっちにしても自分の中に入るしかないわけですから。で、自分の中の入って、自分の中のエネルギーのところに入っていけば行くほど、そこに到達できるようになるってことなんですね。で、ポイントは、マインドフルネス的に、とにかく、ジャッジメントって審判ですね。自分の審判機能っていうのを可能な限り弱くし、ウィークにして、ニュートラルっていうか、いいも悪いもないところ、完全にニュートラルなところに、こう、定住できるっていうか、いつもそのとこに入れるようにしていくと、自分の中が、自分のエネルギー的にも、考え的にも、感情的にも、とても、こう、中庸の位置に、こう、引き上がっていくんですね。で、エネルギーの動き方も変わりの、意識の動き方も変わりの、で、それをさらに突き詰めていくと、エネルギー的なシステムが成長し始めるっていうか、強くなると。で、その先に、新しい、回路っていうか、サーキットがこう作られ始めちゃうと、設計図はもともとあるわけですが、設計図に沿ってエネルギーの
動きができてないだけで、そのブループリントっていうのはもともとあり、そのブループリントにとって新しいものがこう作られているわけですが、で、それが進んでいけば進んでいくほど、まあ、ある意味こう進化するってことは変ですよね。元に戻る、オリジナルに戻るんだと思います。だから今まで古代の人たちはある意味今の人たちよりも進化していたとしか思いません。そういうスピリチュアル異次元の世界ではある意味神秘世界的にはもう昔の人の方が完全に進化してると思って、私たちは進化ではなくて退化してる状態だから、そこに戻っちゃえばいいだけなんですね。で、それをその世界中の古代のその発見物っていうんですかね、例えばイースターとのモアイであれ、メキシコのピラミッドであれ、エジプトの神殿であれ、いろいろありますが、メガリスであれ、そこ、古代の人たちは、そこにこう、いろんなものを刻みの、なんで刻んでるのかなとかって思い、いろいろ考えた結果、これは、ここがとても重要、大切なんですよっていうことを、やっぱりこう、メモ書きのように残したんだなとしか私には思えません。で、まあそれが芸術になり、特にバイキングなんかっていうのはすごいですよね。昔の、本当に昔のバイキングの芸術品から、どんどん時間が下がり、遡り、もっと美しくっていうか工芸として、芸術としてどんどん昇華されていくっていうのは、エジプトよりもすごいかもしれませんね、この人たちね。で、その発展で、まあ、キリスト教世界的にもどん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 バリエーション的にどんどん変わっていっちゃう。でも基本的に同じことを言っているので、どの宗教も。ここは間違いないと思います。で、ただそこが、神様っていうのを分離させちゃったから、途中で誰かが、自分の中に神様はないです。神様は外にあるものです。で、外にあるものを、あがめなさいという教えが広まっちゃったわけですよね。キリスト教的には。で、仏教的に、仏陀的にはそういうふうには言ってないと思いますけど、エクササイズというか、精神的にはやっぱり外に見入ってますよね。いろいろ思い出した結果。あがめる。やっぱりこう、それが魅力であれ、権現であれ、菩薩であれ、外に見て、それをあがめるっていうことにはあんま変わんないと。で、あがめる原因が、結局天国と地獄っていう世界から、なの で、これも完全にこの弥勒世界っていうか菩薩界のそのクリエーションの世界で、の変訳されちゃってるっていうんですかね。地獄があって天国がありって、とか地獄っていうのはその下の溶鉱炉のドロドロしているあのリサイクルの溶鉱炉のところのこと で、上に行けば上に行くほど天国のような気持ちがいい、幸せな、状態ということですね。だからその溶鉱炉、そのシステムの中のがこう怖く翻訳されちゃってるっていうの で、宗教的には人を怖がらせるとコントロールできちゃうんで、だと単純に言っちゃうとコントロールのためにそういう変訳っていうかね、植え付けっていうんですか、しちゃっただけで、分かってくれば実はそういうことではないんだ、天国と地獄っていうのですが翻訳され間違いっていうか洗脳の賜物ですよねっていう。で神様的にはその個性はありますが、自分から話していると、外に見ていると近づいてこないし、大事にしてくれませんね。で、神様大好き的に、ラブラブ、ハグハグぐらいでもう、一体化とかの、そのくらいもう手放しちゃっていっちゃうと、近づいてくるっていうか、よりこう、どうか、遠方でも進んじゃうと。で、おすすめ的には、
そこで、今までのその神様概念っていうのを全部チャラにして、その純粋なエネルギーとして、より高位の、そのネガティブ、高位のではなく、高位のハイヤーなところで、自分の中でそれを育むと、育てると、で、そこに意識を合わせ続ければ、自然に、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれませんが、自然に、その、ストラクチャライズされるとか、構成され始めちゃうと。で、あんまりこう、ぐにゃぐにゃ考えなくても、頭で思考で考えなくても、その、ディバインインテリジェンスって、その神様インテリジェンスのところが、ことをなりし始めちゃうのね。で、そこでやっぱりこの、考えすぎ、もしくはメンタルフィルター通しすぎ。で、その、今までは、そのメンタルなフィルターを通さないと、こう、情報がこう、落とせなかったところが、もうそのメンタルフィルターを通すところももう終わり、もう通り抜けちゃって、メンタルの思考のフィルターを通さなくても、次のところが、こう、ガン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 降りてきてる状態なんで、私的には、まあ、メンタルな理解も必要な部分はあると思いますけど、感覚的な理解というか、感覚的な消化っていうんですかね、エネルギー的な理解もしくはエネルギー的な消化、ダイジェスションですね、の方が、疲れないと思います。メンタルフィルター通すと、疲れちゃうし、うつっぽくなっちゃうっていうのは、エネルギーそこすごい使うから、メンタルフィルターって。で、特にその、思考回路そのものが複雑になってればなってるほど、ものすごいエネルギーを消費するんで、落ちやすくなると。それで英語で言っちゃうと、デプレッションっていうんですが、英語、デプレッションっていうのは、その部分が抑圧されて、キューッとこう、デプレッシュした状態っていうの、萎縮してる状態になっちゃうのね。で、それで全てが落ちちゃうと、落ちてる状態。で、そこの部分がガーッと開いて、広がりの動きがスムーズになりのすると、どん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 こうアップリフトっていうか、楽になっていくと、幸せになっていくと、単純に、もうメカニカルにはそういう世界だから。そこを、こう、メンタル思考を通じて一生懸命やろうと思っても、もう、その、通用しないっていうか、的確に元に戻らないと。で、もうエネルギー的な世界っていうか、エネルギープラスに肉体構造的な、その、密度もしくはその状態。だから、メンタルでできないところは、もう、例えばクラニオセークレムとかね、まあ、エネルギーヒーリングの領域で何でもいいんですが、で、そこで、その、デプレッスっていうか、ビューッとこう小さくなってるところをほぐし、ほかほかにし、エネルギーを通し、で、理想的な状態まで引っ張り上げちゃえば、その、すべてがそこにこう引っ張り上げられていくということなんですね。で、まあいろいろちょっと多角的になってしまいましたが、基本的には何が言いたいか、とにかくポイントは、神様は自分の外に見るものではなく、神様エネルギーっていうのは自分の中にあって、自分はそれでできているわけだから、外に見ること自体がナンセンス。で、自分の中に神様エネルギーっていうのをこう見つけ出すっていうか、もうできてるわけだから、見つけても何もないんですけど、認識を変えて、で、自分の全てがその神様エネルギーの状態によって変わると。だから、自分の中で葛藤がある、何かしらの葛藤があると、衝突があると、それすら神様エネルギーでできてるわけだから、その、葛
当をなんとかメンタルにしようと思っても、エネルギー的なものでできてるわけだから、メンタルでは追いつかないわけ。衝突が衝突、衝突しても、どん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 ややこしくなっちゃうわけ。で、すべてが神様エネルギーの質の状態、もしくはそのバランスの状態っていうのが分かっていくと、それをこう、チューニングを変えて、神様、理想的な神様のエネルギーの状態に戻ってください的に頼んじゃうと、戻っていくと、不思議なことに。で、自動的にそれを続けていくと、育ちの進化っていうか、よりこう、まとまり、強くなりのとか、自動的に起きていくと。でも私たちのメンタルとか思考を超えたところで。だから、本当のディバインインテリジェンスが動き出すと、自分の中って。で、そこと寄り添っていけばいいだけの話で、ある意味、寄り添うっていうことが多分一番近いと思います。合体、そのになっちゃうわけですから、最終的には。そこと、こう、そこに浸っちゃう的な、そのとこに入っちゃうって、そこと同化してるわけだから、そこと一緒にいるだけで、私たちっていう意識を超えたところのところが、こう、動き出し、クリエーションの仕方が、私たちそれぞれの作る、それぞれ独自の世界を作ってるわけだから、自分の中で通して作ってるわけですから、自分を通した自分の生活なり世界っていうものの作られ方が変わっていくと、アウトカムっていうか、出てくるものが、引っ張り出てくるとか、出現するものが変わっていく、現れ方が、もしくは出てくる時の、出てき方っていうの、出てくればいいだけの話で、どのように出てくるかなんて、もう頭では考えちゃいますけど、考えても無駄だと思います。え？っていう感じで出てくるから、本当に。え？っていう、本当に魔法のように、だからある意味魔法的に出てきちゃうから。それをマニフェステーションなり、引き寄せなりっていう。引き寄せというか、磁石のようにピッと引っ張られて、目の前に現れてきちゃうということですけど。で、いろいろ考えた結果、バリエーションとしては、お金も神様エネルギーでできてるわけだから、自分の中の神様、お金の神様エネルギーっていう、お金に関係するエネルギーの状態っていうのが、多分こう、浄化されればされるほど、クリーンになればなるほど、で、密度がこう高くなる、ボリュームが強くなればなるほど、アバンダンスっていうか、それがこう、自分の外に出てくるっていうのは、自分を通して外に出現するっていうのだと思います、多分。で、愛情とかも同じですね、これは。だから自分を愛するというよりは、自分が神様エネルギーでできてるわけだけど、多分自分の神様エネルギーを愛していけば、自分を愛するってことになっちゃうわけなんですが、で、すべてが神様のエネルギーでできてるわけですから、自分も A さん、B さん、C さんも、すべてができてるわけだから、基本的に同じものと。で、私的には、例えば、友人 A、友人 C、友人 B とかいろいろいますが、その人を一生懸命愛そうと努力をしても、やっぱり衝突するわけ、自分のエゴの中って。で、そこでそれを変えて、この2、3日、これはちょっと、いろいろやってきましたけど、ちょっとハードル高いです、的に。無条件で愛せるときもあれば、愛せないときもあります、的にね。自分のコンディション変わっちゃうから、日々。で、この2、3日は、その人とか、A さん、B さん、C さんっていう捉えずに、A さん、B さん、C さんっていうのは、同じ神様のエネルギーできてるわけだから、A さん、B さん、C さんの神様エネルギーっていうのを、こう、人間を超えたところを愛するっていうか、そこに意識を注いでみたら、こっちの方がはるかに楽です。エゴはエゴっていうか、A さん、B さん、C さんっていうパルソナを通さないっていうの、バイパスしちゃって、表層的な遠くを通さずに、それを作ってるのが、パルソナを作ってるのが神様で、私たちのパルソナっていうか、
性格、私たちの一人一人を作っている神様のエネルギーなわけだから、そこに合わせたら、はるかに楽にできるようになりました。だから、抵抗がなくなっちゃったっていうのは、その、マスクっていうか、パルソナっていう仮面ですよね。これはもう本当に仮面だと思います。で、これは剥げて消えていくものみたいですね。自分の顔が自分から離れ、剥がれ落ちちゃうみたいな。これ起きます。で、ああ、自分の顔のマスクが、その、パビリオンっていうその空間の中で、ゆら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 と、飛んで上の方にアセンションしていっちゃうっていうのを目撃しました。で、これは顔だけではなくて、腕とか手とか、肝臓とか心臓とか、皮膚とか、なんかそういうところも、なんていうの、今まで、その、自分だと思っていたものが実はそうではないっていう部分が、剥げ落ちて、アセンションしていきます。で、リサイクルされちゃうのね、多分。で、それもその、エジプトのピラミッド文章のところの中に、刻まれてるっていうか、もうあれも翻訳間違い、完全な、その翻訳したのっていうか、で、翻訳し直せちゃえば、あ、これってこれのことなんだっていうのはよくわかるんですけど、で、で、自分の中の、自分が消えるということではなくて、なんていうんだろう、変わっていく、トランスフォーメーション、もう元々のオリジナルな自分になるっていうか、純粋って言葉も違いますよね、多分ね。よりナチュラルなというか、歪みがない自分になっていくっていうの、その仮面とかマスクが離れていけばいくほど、ある意味、こう、角層が剥がれていくように、剥がれていくのね。で、中から新しいのが出てくるわけですけど。で、それと同じことだと思います。なんか赤すりみたいに、表層的なものが、どんどん剥がれて、さよならしていき、で、リサイクルされて、エネルギーになって、下から新しいものが作られて、内側から外側に向かって出てくると。で、何度も何度も言いますが、私的には、これは神様的、エネルギー的には、神様エネルギーっていうのは外に見るものではなく、自分の中にありますよと。で、そこに意識を当てて、そこを、と一緒になるというか、自分の外に置かず、その中に入る、もしくは、帰ってきてもらうでも同じことですけど、同化しちゃって、同化を進めていけばいくほど、自分、というか神様、自分イコール神様エネルギーでできている自分のジョーク、ピューリフィケーションっていうか、が進んでいきますよということを、ちょっと発見しましたと、この2、3日で。ということで、私はこれちょっといろいろやってみることを教えてやってみます。ちょっとこれまだどういうふうに、エクササイズとしてね、そのコンセプト的にも今話していましたけど、じゃあこれを実際どういうふうに自分のその生活の中にアプライするで、どっちにしてもマインドっていうかイメージなり、その感覚なりを通してそこに入っていかなきゃいけないわけなんで、何かしら、例えばそれが誘導瞑想であれ、ビジュアリゼーションであれ、もしくはエネルギーモダリティツールであれ、ただ話を聞いて、なんとなく分かったような、分かんないようなかもしれませんが、いや、今朝このことを別の友人に話したら、彼女は、ああ、言ってることよく分かりますとか言ってましたけど、他にも同じことを話される方がいるらしく、で、ああ、全く同じですみたいなことを言われていたので、で、分かる人には分かる世界になると思いますけど、でも分かっても、頭で分かったと思っても、じゃあ実際にそこまでどうすれば、点々点なので、この、どういうふうに練習というか、まあ瞑想なりね、そのギミックっていうんですかね、コツっていうんですかね、ツールとしてやれば、そこに行けやす、到達しやすくなるのかと。
で、それをちょっといろいろ、すでにもう実験始めてるんですけども、もうちょっと具体的にツールとして使いやすく、わかりやすく、そこにこう入っていきやすい。まあ、多分それがレティキュラーになると思いますけど、レティキュラー実は、昨日やったんですね、一人の方と。で、できてたから、で、彼女的にはゲットできてたみたいだから、で、それをじゃあ、彼女的にはもうライトボディ1年やってる人だから、できて当然的なとこあるんですけど、ハードルが低いと。で、普通の人が、ライトボディを完全にすっ飛ばしちゃってね、普通の人が、どこまでできるのかって言われたら私もわかんないから、ライトボディはライトボディのやってる人は、多分すんなりできちゃうと。で、じゃあそうじゃない人たちにアプライしたときに、当てはめたときに、そこをやっていかないと多分、よく、なんていうのかな、こう、ユニバーサルに使えるようにするためには、ライトボディをやってるからできるのではなくて、ユニバーサルにライトをすっ飛ばしちゃってもできるっていうところまで持っていこうと考えている。でも実験の予定も作るんであるので、とりあえずいろいろ試してみて、その結果をまたこうお知らせしたいと思います。ということで、今日のお題目は、神様は自分の外に見るものではなく、自分の中にあり、自分の中で発見し、で、自分の中で崇めずに、そこと合体してくださいと、同化してくださいと。で、同化が進めば進むほど、自分変化というかトランスフェーメーションというか、こういうのが進んじゃいますよと。で、それに伴ってヒーリングが大きいの、リアリティシフトっていうか、現実の住み方が変わりの、まあ、場合によってはアバンダンスの流れも変わりのっていうか、こう、サイモステイ、英語で言っちゃ多角的に、サイモステイの休み起きてきちゃいますよっていうことを、そういうことです。ということで、1時間でしたけれども、最初の方を聞き直す方は最初から聞いてください。ということで、また何か分かったら報告します。それではまた。